大文社から出ている全レベル英語長文レベル3になります。ちょうどいいんですよね。構文が難しすぎないですよね。3タイプの音読をやらせます。たくさん読みました、たくさん訳しました、たくさん聞きましたっていうのを、始まりました。チャンネル。さあ、今回ははい、皆さんこんにちは。早稲田語学塾およびめっちゃ噛んでる。はい、はい、皆さんこんにちは。早稲田語学塾兼米え、わ、何回噛む。はい、皆さんこんにちは。早稲田語学塾兼森鉄英語塾ベーシスの代表の平です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日もですね、まあ、ベーシス参考書ルート動画になります。はい、今回ねご紹介しますのはこちらになります。はい、ドン。大文社から出ている全レベル英語長文レベル3になります。はい、レベル3っていうのが重要なんですね。3なんですよ。これじゃあ構文終わってからこっちに入るってことですか。これもねちょっとこうタイミングとしてはうちの指導者の連中にちょっとこう任せてる部分はあるんですけれども、はい、人のフェーズによって変わります。おう、このレベル3をチョイスしている理由っていうのが、うん、ちょうどいいんですよね。はい、要はやっぱりどうしても塾に入ってくる生徒の英語力っていうのを見極めないといけないと、うん、生徒を指導するにあたっては。で、単純にこう普通の塾とかだと例えばこう模試でいくらなのとか学校のテストどうなのとか、はい、そういったことだけ聞いてすぐ決めちゃうんですけど、レベル感を、うん、ベーシスはもうちょっと丁寧に聞いていて、まあ、学校の授業についていけてるのかとか、例えばこう具体的にじゃあ今どんなことやっててそこどんな感じとか、うん、こと細かにこう数字の話だけじゃなくてその他もいろいろ聞いて、うん、で総合的にその子の英語力を判断するんですよね。なるほど。でその中の一環としてこの全レベル英語長文レベル3っていうのは、はい、まず一つにはこう単純にこう構文が難しすぎないです。そんなに。ああ、そうなんですね。まあ、大体ね高校2年生ぐらいの子が定期テストでそこそここのぐらいの難易度の問題を解かされるかなぐらいな感じのレベル感です、うん、僕の体感としては。で中に収録されている問題も基本的には内容一致系が主体になってて、うん、ところどころまあシンプルな空所補充だったりとか、うん、そこまで思考が必要じゃない空所補充ですね、うん、だったりとか、あとまあ記述問題も、まあ、2、3問説明問題があるんだけど基本的には和訳問題であるっていうところも考えても、うん、要は今ちょっとこう英語に対してそこまで得意意識がない子の実際のところのレベル感っていうものを把握する上で、まあ、すごくちょうどいいレベル感の一冊になるかなというところで、これをねベーシスの受講生の初期の段階の一冊として、設けてます。ってことですね、長文の最初の段階。そうです、はい、でこの本のまあ特徴としてはまず全英文にちゃんと構文図がついてるんですよね。ああ、うん、構文読解みたいな。そうなので、はいはい、まあ、ベーシスは基本的にもう構文すごく大事にしますんで、なので結構その辺はナンパな勉強させないんで、うん、だから、まあ、こういうものをやりながら例えばところどころつまずく構文とかがあったりするわけですよ。で週1回から2回、まあ、コースにもよるんですけれども個別授業の時間があるんですけれども、うん、その時間にその子がこうつまずいた構文がどれなのかとか、あるいはどのレベル感の問題を間違えたりしてるのかみたいなのを分析したりして、でその子のレベルをチェックすると。なのでカマセイヌですねこいつはね。他にやろうぜ。誰それ。今井先生。いや言ってるっけ。いつも言う。あ、そうだった。子供なんですよ子供みたいな。皆さんはってことね。そう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 、はい、っていうことですね。もうね飛んじゃったじゃん何の話か、はい、で急いで急いで生配信の前に。わかった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 で、となります。でまあ、ちょっと待ってよ。もこの本は CD もついているんで、まあ音読もね、もちろんね、やっていきます。うん、で、まあベーシスの音読の手法としては、基本的にまず3タイプの音読をやらせます。まず一つは生音読と呼んでるものなんですけど、何それ？何かっていうと、これまあ普通の音読です。うん、要は文章を見て、声に出して音読をするっていう、これが生音読です。うん、おい、うん。まあまあこれは普通の音読です。皆さんわかるような。うん、で、二つ目が音声音読というものをやらせます。おで、これ何かっていうと、文章は目で見ながらでいいので、うん、こう CD を聞けと。うん、音声を聞けということですね、うん、でこうやって目で追っかけながら音を聞くことによってこう英語の音の感覚、耳を使わせるっていうことですね。リスニングもあったりするんで今後。え、それ声は出すの？あ、自分は声出さなくていいです。あ、出さないんだ、はい、ある意味受け身の勉強ですね、うん、でこの後の段階なんですけど、はい、まあ正確にはオーバーラッピングって言うんですけど、うん、オーバーラッピングって言ってもなかなか分かってくれないから、うん、まあちょっとこう、ね、シャドーイングって言ってはいるんですけれども、はあはあ、文章を見ながら音声聞いてその後ついていくようにして自分も声に出す。はい、はい、うん、まあそうですね、正確にはオーバーラッピング
って言うんですけど、まあ、武田塾でもシャドーイングって言ったりしますね。はい、まあ、このね、生音読、音声音読、シャドーイングっていうものを、まあ、各5回ずつぐらいやらせて、で、英語をね、意味を取っていく感覚だったりとか、うん、早く正確にこう意味取りしていく、訳していくっていう感覚をこう身につけていくって感じですね。なるほど、なるほど。うん、で、結構こういう時に質問が来るのが、なんか、この、ね、問題集よりも、例えば関先生のザ・ルールズだったりとか、はいはいはい、キジ先生のゼロから長文の方が、解説丁寧で分かりやすいんじゃないですかねっていうのはすごく来るんですよ。うん、だけど、ぶっちゃけね、このぐらいのレベル感の演習になってくると、実は読めりゃ解けるっていうものが大半だったりするんですよね。うん、内容一致にしても、空小十にしても。うん、空小十だったら単純な相関関係の語句だったり、熟語だったりとか、あるいは普通に意味取りしてればできるような問題とかがね、うん、国語力でできたりするような問題が、やっぱり大半だったりするんで、だからこう、読めりゃ解けるレベル感の時に、解説が詳しくなりすぎると、ちょっとこう、煩わしくなってくるんですよね。そもそも、演習経験があんまりない子にとっては、やっぱりこう、解説を読んで理解するっていうこと自体が、結構まだまだタフなね、世界観だったりすることも少なからずあるんで、だから、こう、読めたら解ける。読めなければ解けないっていう。で、解けなかった問題に対しては、ほら、ここにこうやって書いてあるから、これが答えでしょう、みたいなところの、シンプルな、いろはにごへとあるぐらいの方が、逆にこう、演習が前に進みやすいんですよね。なるほど。だから、ある程度の段階までは、やっぱり語学って、習うより慣れろみたいなところがあったりするんで、まあ、こう、長文に関しては、まずこれから入りたいっていうのが、こう、うちの方針ですね。なるほど。で、ちょっと経験値を積んだ子に、じゃあ、ただ読んで解くだけじゃなくって、こう、思考回路を丁寧に構築しないと解けない問題の解説、みたいなもののフェーズになった時に、こう、ルールズだったりとかを投入していくっていうのが、こう、戦術として採用してますね。ルールズは1からいくんですか ?1 からはいかないです。2からいく。そうですね。これの出来具合に合わせてね、開始を考えるんですけど、うん、基本的にはルールズの2からゴーサイン出したいなというふうに考えます。なるほど、なるほど。で、その後はどんな感じで上がってくるのその後はまだ今後。今後で出すわけね。今後にしましょう。そうそう。だから全部出しちゃうとなるほどね。そうそうそう。じゃあまあまあ、入りはここから。そうそう、入りはここからやっていきたいと思います。なるほど。まずは、経験値を積もうぜってこと、うん。たくさん読みました。たくさん訳しました。たくさん聞きました。っていうのを、ここで後半にやっていきたいと思います。なるほど。後半に。後半にやろうぜ。そうですね。後輩たちを。はい、ということなんですが、なるほどなるほど。じゃあまずはこいつから、はい、中身、これちょっと中古じゃん。そうそう、ちょっとさ、中古かよ。俺も思ったよ。はい、もうこんな感じでね、速報文は全部ね、そうだからさっき言った音声音読なんかだったりとかをやりながらディクテーションとかやってもいいかもしれないですよね。うん、あ、ここなんて言ってんだろうみたいなね。ということで、今回オブジェのね、三浦先生のやつですね。あ、そういえばユーテラの相澤先生の、あの新刊もね、出てますんでね。あ、そうね、はい、ここでここで、あ、ここで触れる。いや、オブジェじゃなかった、間違えた。あ、まあまあそうですね、三浦先生の、俺これ改訂されなかったけど、 N 呼びだからね、三浦先生。そうだね、はい、まあ、関先生との会で一回会いましたけど、はい、なるほど、わかりました。じゃあこれをやってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。あ、そう思ったんだけど、渡辺先生の英文法の後、ちなみに何だったの？渡辺先生の英文法の後はポラリス英文法のレベル1かレベル2に行きますね。あ、あの白の方ね、はい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 、に行きますね。まあ、学校でね、ネクステとかヴィンテージを配られてる子に関しては、まあ、こう学校で小テストがあったりすることもあったりするんで、まあ、そっちの方にこうね、こうやらせたりすることもありますね。なるほど。私は長文ができない。僕は長文ができない。そうそう。長文ができない。で、まあ、ポラリスの文法のいいところは、やっぱり問題数が少ないところですね。あ、で、関先生なりに、こう、よく出るものを分析して選んであるってところもいいですよね。そうですね。うん。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.